を守る型フリゲート、こう守る型フリゲート、ジャンウェイ型フリゲートは、中国人民解放軍海軍のフリゲートの環境に付与された、NATO コードネーム。0 5三型フリゲートの汎用型にあたる0 5三、H2G 型、こう守る I 型と、その紹介量型である0 5三 H3 型、こう守る型がある。中国海軍の主力水上戦闘艦は、 駆逐艦とフリーゲートの日本だけで整備が進められてきた。このうちフリーゲートについては、ソビート連邦の50型警備艦、リガー型のノックダウン生産による6601型、生徒型を端緒として、その紹介性がたたる065型、高難型、そして1970年代以降はこれを発展させた0 5 3系型、高等型 053H 型、高古型と、 順次に整備が進められてきた。このうち、特に艦隊艦ミサイルを主兵装とする0 5 3H 型は、小回生を受けつつ、多数が建造され、派生型である0 5 3H1 型、0 5 3H1、G 型を含めると30隻近くに上り、中国海軍洋上兵力の中核を成してきた。しかし一方で、防空艦となるレイ 3K 型、高等型の主兵装となる、 HQ-61B 艦対空ミサイルの性能は不十分であり、2隻が建造されるに止まった。1980年代後半より、西側諸国の技術導入による近代化が着手され、まずエコ型をもとに、部分的に西側技術を導入したレイゴ 3H2 型、高コイイ型3隻が建造された。続いて、やはりエコ型をもとに、 艦隊空ミサイルとヘリコプターの搭載能力を付したものとして建造されたのが 053H2G 型、こう守る I 型である。しかし同型で搭載された h 六6 1 m 艦隊空ミサイルの性能は不十分であり、4隻が建造されるに止まった。これを受けて、緊急措置として h q 7に換装した 053H3 型、ウマモル I 型に移行し、 こちらは10隻というまとまった数が建造された。しかしこの時期、中国海軍は外洋進出を試行しており、同型の公用性能では不足があったことから、2000年代中盤からはより大型の054型、郊外型に移行することとなった。053H2G 型の船体は、広古型シリーズよりもやや幅広となり、 艦における全長全幅の値は9.56から9.23になっている。船型としては 053H2 型、高コイン型で採用された中央線道型が踏襲されるともに、従来は平ら板型であった、主船体に一層の全通甲板をかして、車両甲板型に近いものとなった。また 053H2 型と同様、 カ圧式の中央空調設備による強制換気方式が前提となったことから幻想が廃止されている。これは NBC 防護としての意味とともに南シナ海の熱帯気候下での運用に対応した装備でもあった。手記にディーゼルエンジンを採用しているのは従来のフリゲートと同様であるが、艦型の増大に応じて065型、高南型以来のディーゼル直結式の代わりに、 ディーゼルエンジン4機で2軸のスクユープロペラを駆動するコダド方式が採用された。機種としては 18E390VA が搭載されている。ただし、全海軍年間では同機種2機によるディーゼル直結式として扱っている。電源としては出力 400kW の発電機4機と出力 120kW の発電機1機を搭載し、 総出力 1720kW を確保した。本型は、基本的に、高空 E 型フリゲート0 5 3 h、AH、二2型に、互換防空ミサイルと艦載機の運用能力を付与した性能となっている。戦術情報処理装置としては、ZKJ-3 を搭載する。これは、イギリスの社の CTC-1629。 戦術情報処理装置の三採板とされており、中国海軍では 053H2 型、広古 E 型より装備化されたものであった。また 053H3 型の一部は、051、G 型駆逐艦、旅台 E 型と同系列の ZKJ-4B6、フランス製タバタクの三採板を搭載しているという説もある。レーダーとしては、 対空捜作用には 053H2 型と同じく517型を搭載するが、低空警戒用としては 053H2 型が354型を搭載したのに対して、本型では後継機種の360型を搭載している。ソナーとしては、中周波数の SJD-7、SO7H をバウドームに収容して搭載する。なお、 同機種は大海軍に輸出されたナレース1級フリーゲートにも搭載されており、フランスの図は -25 のライセンス生産機と言われている。電子戦装置としては NRJ-5 電波探知妨害装置が搭載されている。これは RWD-8 電波探知装置と NJ-81 から3電波妨害装置によって構成される。 またでコい発射装置としては、6連装の PJ-46 を2機備えている。互艦防空ミサイルとしては、こう守る I 型、053H2G 型では、h q 6 1 m が搭載された。これは、後頭型、053K 型で搭載された h、h q 6 1 b をもとに、新型のキャニスター式6連装発射機を、 採用するなどの改良を施したものであったが、こちらも、性能的には失敗策であったことから、緊急措置として、HQ-7 を搭載した、コウ守モいい型、0 53H3 型に移行した。こちらは、フランスのクロタルの三採版であり、中国海軍では、0 51G 型駆逐艦、旅大 E 型より、装備化されていた。これに伴い、 射撃式装置も342型、フォクランプから345型、カストル E の3裁判に換装された。艦隊艦ミサイルは、053H2G 型では 053H2 型と同じく U 字マイナス8が搭載されたが、053H3 型では長射程化された U マイナス83に更新されており、053H2G 型でも後に、こちらに換装した。 対戦兵器は、比較的短射程の対戦ロケット砲に限定されている。手法は 79A 式56口径 100mm 連装砲、PJ-33A。これを完成する砲射撃式装置、GFCS はと、いずれも 053H2 型のものを踏襲したが、053H3 型の後期立て増艦では、GFCS は、 新型の344型に更新された。これらの GFCS は SSM への目標指示にも用いられる。また広角砲は 37mm 連装機銃という点では従来のフリゲーイトと同様だが本型では全自動の 076A 式に更新し、341型内いし 347G 型レーダーによる完成を受けている。 艦載機としては、Z、Z-9C、またはカ、28カ -28 紹介ヘリコプター1機を搭載している。航空偽装は、航空4型、0 5 3 h 1 9型の装備をもとにしており、甲板上には、ハープングリッドシステムの着艦高装置が設置されている。建造は造船で行われた。2012年10月16日には、 中国海軍艦隊7隻が太平洋から東、シナ海へ向かって沖縄県与那国島の南南東約4 9トルの海上を航行しているのを海上自衛隊の P-3C が確認したと防衛省が発表している。中国中央電子台は三島省沈田尾市に寄港したのは北海艦隊所属の7隻で旅子型区畜艦のハルビン112が 艦隊の指揮をとり、こう守る型の五百二十八のほか、新洋急駆逐艦の石化層百十六、郊外型フリゲートの潮状四十六などで構成されていたと報じている。二千十三年一月三十日十時頃に、東、シナ海の公海上で、こう守る型の連駆五百二十二が、海上自衛隊の護衛艦、 ユーダジに向け射撃式レーダーを照射したことを防衛省が発表した。2016年1月7日付 JAB プレスの記事によると 53H2G 型、コウマモル1型、フリゲート、アンケート、順北が中国海警局の海警3万1239と海警3万1241に転用された。記事によるとそれぞれ100ミリ連装砲や 対艦ミサイル発射装置などは除去されたものの、37ミリ連装機関砲4機の砲塔はそのまま維持されている。ただし、対空砲としての役割を担っていた37ミリ連装機関砲のままかどうかは不明。また、海警3万1239は、尖閣諸島の接続水域を2015年12月22日から25日まで、他の中国海警、 極三0との航行後26日に尖閣諸島の領海に侵入したとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。